プライドグランプリ2004準決勝。ロシア軍最強兵士千兵ハリトーノフ、ロシア軍第106新鋭空挺師団、規模戦力ともに西側諸国連合 NATO 軍が最も警戒するエリート白兵集団。彼らの人を手や足だけで殺傷する能力の高さは世界の軍人たちの間で特に知られている。научиться выживать в любых условиях, конечно же, как говорится, улучшить свои спортивные навыки. 軍役を一時特別に免除され、格闘技の世界に放たれた現役軍人ハリトーノフ、プライドグランプリのリングでも戦場でのやり方を踏襲する。それはまさに手や足だけで人を殺傷する技術。パンチ用が当たってくるとロシア軍のこの破壊をして、彼の戦い方は鼻から競技の世界のそれではない。もう全く躊躇するものない。やられる前にやる、ただそれだけのこと。迎え撃つは柔術マジシャン、アントニオ・ホドリゴ・モディーラ。ブラジルの静まる太陽と称えられたこの男にとって、この1年は屈辱感との戦いであった。無敵と言われた男が氷の拳ヒョードルに屈し栄冠を失った。しかし彼はそのまま終わってしまうような波のファイターではない。I do like to train more and maybe one day have a good match with him.ノゲイラは幼い頃ダンプカーに追突され、文字通り瀕死の重傷を負いながら奇跡的に一命を取り留めた過去を持つ。逆境の爪痕は今も彼の背中に残っている。そのエピソードさながらに彼の戦いは常にギリギリの攻防戦となる。これまでも死を予感させる一歩手前で劇的な逆転勝利を幾度となく収めてきた。まさに大逆転の男。彼のマジックは天性の才能から生まれたものではない。血のにじむような努力による賜物なのだ。再び世界最強の座へ、今宵幾度目かのミラクルを起こす。もうプライドプライドはトゥードね。Ela vê com qual eu me concentro. Eu tô dedicando toda a minha vida, todas as minhas forças para isso.逆境の人生、そのゴール、涙と歓喜のラストシーンは目前。しかしここからが地獄。プライドグランプリ準決勝、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ VS セルゲイ・ハリトーノフ。ただいまよりプライドグランプリ2004準決勝第1試合を行います。 And now, アコーナーよりセルゲイ・ハリトーノ選手の入場です。これから戦争が始まります。武器を持たず己だけで戦い争う人間の尊厳、プライドをかける、それだけのために、いや最も大切なもののために、プライドヘビー級グランプリ準決勝60億分の1を目指す。本物です。
本物のコマンドーです。対戦した人間は必ず死を覚悟したはずです。ロシア軍最強兵士セルゲイ・ハリトーノフ。いよいよ次は標的をプライドトップファイターに定め、四角いリングに向かいます。迷彩服とベレー帽、ロシア軍にいることへの誇りを胸に入場してきます。プライドをテレビで見たとき、俺はこれに出場するべきだと直感しました。今は軍役を一時免除され、プライドのトレーニング一本で調整、明けても暮れてもプライドのことを考え続けてきました。人生で一番大切なことは、どんな状況下でも生き残ること。ノゲイラに対してしっかりと準備をしてきました。ヒョードルがかつて所属したロシアントップチーム、この大会を絶対自分のものにするセルゲイ・ハリトーノフが戦場に立ちました。何かをこの男の背中に感じます。場内大歓声、場内大歓声です。子供の頃に負った大きな傷の残る背中、その背中に哀愁を感じます。この人の思いが一番深く強いのかもしれません。優勝への思い、いよいよついにこの時がやってきました。この日のために積み重ねてきた戦いの日々、精進の日々、連日の真夏日よりも熱くさんさんと輝くノゲイラの夢のチャレンジが始まります。これよりプライドグランプリ準決勝第1試合を行います。青コーナー180センチ、103キロ、セルゲイプライドデビューからわずか10ヶ月、一気に頂点を極めるかセルゲイ・ハリトーノフ。190センチ、102キロ、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ。チャレンジの集大成、誰よりも思いは深く、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ。プライドヘビー級トーナメント準決勝のルールです。10分5分の2ラウンド制、延長はありません。判定はマストシステム。眼球後頭部近敵への攻撃は禁止されています。さあ、いよいよ準決勝が始まります。ノゲイラとハリトーノフ、柔術とサンボ、ブラジルとロシア、2人とも同じことを話していました。強い心を持っている方が勝つ。さあ始まった、さあ始まった準決勝。ノゲイラかハリトーノフか、張り詰める空気、かつてない緊張感の中試合が始まりました。すごいね、この緊張感、言葉にならないくらいの緊張感です。さあスタンド、あの戦慄のパンチがありますハリトーノフ、そしてボクシングのテクニックを極めてきたノゲイラ。まさに残り高き、コマンドサンボの達人と、柔術の達人の対決ですね。本当ですね。
小池さん、はい、ノゲイラの入場の時ずっと握り拳をして祈ってましたね、はい、祈ってしまいましたね、どんな気持ちだったんですか。ちょっと怖くてね、この試合は、本当に相手の選手の実力がね、まだこう全て見えてない部分がありますので、油断はできないですよね。本当ですね。坂山さん、ハイトーノフは底知れない力まだあるんじゃないかと感じますよね。そうですね、パンチが一発当たるとどうなるかわからないという感じなので、緊張感です。右のローキック、ハイトーノフです。右のロー返しました、ノゲイル。パンチ速いですね、ノゲイル選手の。結末はどうなるんでしょうか。伸びるパンチ持ってるハリトーノフ選手もね、このパンチ、ノゲイラは言っていました、ハリトーノフのこのスタンドのパンチは警戒。鼻が赤くなってきましたよ、ハリトーノフ選手。しかしノゲイラもこれボクシングテクニック極めて上げてますよね。これね、ものすごい練習量ですよ。ナショナルチームの選手やってますからね。プレッシャーをかけているのはノゲイラの方です。左右と出しました。回り込んでいるハリトーノフです。まだまだお前をファイナルに上げるわけにはいかない、ノゲイラの気持ちです。お互いにまだテイクダウン取りに行こうとしてませんね。あくまでスタンドでの勝負を望んでいるのか。さあ2分が経過しましたが、右のボディ、このボディがね、このボディが強烈なんです。メリード忍者のボディで崩しました。さあハリトーノフ、左のジャブを伸ばします。ボクシングテクニック、左を返したハリトーノフです。左、ハリトーノフ選手のこのパンチの技術も、急に進化してますね。本当ですね。さあ目が離せません。一発を狙うハリトーノフ、左を伸ばすノゲイラです。ノゲイラと言いました、今までで一番コンディションがいいんですと。最高のコンディションできました。さあそのノゲイラが前に出てプレッシャーをかける。さあコマンドサンボの使い手はどう来るのか、生きるか死ぬか。ノゲイラ選手の打撃の方がすごくリズム感ですね。そうですね、佐野さん、はい、ノゲイラはね、自分で前詰めてるんですよ。さあ、さあノゲイラが、あしかし首が決まるか。ハリトーノフ、ハリトーノフが首を取っている、首を取っている、うん、ノゲイラが、まだでも入ってないでしょ。うん、当たってますね。非常にこうゆっくり取りましたね。あの隙間を空けました、ノゲイラ選手が。ここはノゲイラ大丈夫のようです。表情はまだ大丈夫です。しかし苦しかったらね、手がね、手でほどこうとするんですよ。なるほど、しかしハリトーノフは離しません。ハリトーノフは離しません。これさあ、やっぱり力を使うとハリトーノフ選手疲れますよ、そしてサイドポジションからマウントへ。ここはハリトーノフが、ハリトーノフが10時ですか。どっちもすごい。取った方もね、ディフェンスした方もすごいね。よく外しました。さあハリトーノフどうするか。あのロゲイラ選手はね、ハリトーノフ選手の足関節にちょっと注意するってましたね、そしてパウンドがある、パウンドがあるぞ、パンチがある。セームシュルトを粉々にしたパンチがあります。危ないぞ、足を抜いた。寝技では大野が上回っているだろう、ノゲイラはそう話した。しかしこの体勢どうか、この体勢からどんなドラマが待っているのか。グラウンドのコントロールはシュート選手と比較にならないですからね、ノゲイラ選手。なるほど、ハリトーノフが入っていけるかどうか。捕まえたのはノゲイラ。さっきの一旦話して、さっきのあの三角から十字、あれがどういう影響を、ね、心理的に与えるか。なるほどね、やっぱりすげえなという、なるほど、気をつけなきゃいけないなという。ハリトーノフどう感じたか。それを強く持つと、その踏み込んで攻めていけない。そうですね、いけなくなりますよね、三角が待っていると思うとなかなか攻めていけない。さあハリトーノフが、ここはやっぱノゲイラうまい。うまいね、ノゲイラがうまい。こういう体勢でなのヒョードル選手の氷の拳に何発も受けてますね。なるほどね、なるほどね。
さあしかし強度と同じいやそれ以上の氷の拳を持っています。ハリトーノフ佐野さん、はい、ハリトーノフサイドは、ね、やっぱりもっと手数を出してほしいということなんですが、立ち上がりからハリトーノフの気合がすごいんですよ。一発打つために怒号を上げながら打ってます、はい。さあその手数ですけれども、いやしかしこの充実テクニック、充実マジシャンの前に、いやそれは簡単には前にはねいけませんよね。ノゲイラが足で離す。さあどうするかハリトーノ、なかなか攻めることができません。この状態で組み合った時のノゲイラ選手の、ね、圧力というのは、僕には想像できないね。ロシアの最強部隊、精鋭部隊、パラシュート部隊にいたこのハリトーノフ、スタンドですね。佐野さん、いやあのね、ノゲイラサイドちょっと気になる指示が出てるんですけども、はい、今の体勢で、あのムリーロ・ブスタマンチと一緒に練習したあれを使え、ムリーロのあれを使え、そういう指示が出てるんですよ。ですから、ね、何か持ってますね。何かありますか。開幕戦セカンドラウンドともにスピニングチョークという新必殺技で勝ってきたノゲイラ、その他にもまだ必殺技があるのか。右のローキックノゲイラ、さあ先頭の右、この右です。この右のボディアッパーが強い。左のローを返しました。右ストレート、ボクシングテクニックではどうでしょう。左を伸びている、ぐんと伸びてきます。ぐんと伸びてくる、速くて伸びてくる。台頭の194、ノゲイラが191センチ。7分が経過しました。さあ1日2試合の過酷なトーナメントです。で、あのパンチをハリトーノフが連続するとまたタックル取り組んでます、ね。さあしかしセコンドの指示は手数を出せというハリトーノフサイド。左を出します、左を伸ばす。お互いがどうやって決めるか今考えあぐねているところでしょう。ステップワーク見るとノゲイラ選手を前へ詰めて、後ろへ下がるという、なるほど。そしてノゲイラは体を寄せていくタイミングを測っています。さあどこでタックルに行くか。離れているハリトーノフ、桜庭さん、はい、ハリトーノフどうですか、やりづらそうですか。ここでさっきのグラウンドのプレッシャーがあるので、あんまり前に出ない。なるほど、やはりあるんですね。ノゲイラが、ノゲイラが行った。あと2分ですね。さあ残り時間が2分、またハリトーノフが捕まえていますが、ここはこらえている、こらえている、さあどうか、首が締まっていくかどうか。いやこれはハリトーノフがガードしているだけか。膝、ノゲイラの膝です。ここから何でも来ますよ、さあ足を絡めることができないハリトーノフです。なんだろう、下になったハリトーノフ選手っていうのは高田さんどうなんですか。膝が出ている、なんとか足を入れたいです。膝が出ているぞ。さあノゲイラチャンスか。さあ頭がほどければチャンス。さあどうするか、ノゲイラどうやって、どうやって獲物を捉えるか。何を仕掛けるでしょう。膝を出しているが、さあ上に乗る、何が出るでしょう。腹に膝を打ちつけた。さあどうするか、左の腕でなんとかハリトーノフがこらえている。パンチ出した、逃げられない。おお、一本入りましたね。さあここはハリトーノフがガードするか。あっという間に時が過ぎていきます。あの体勢からハリトーノフエスケープしましたね。そうですね、うまいですね。ハリトーノフも下になりましたが、このノゲイラの攻めを耐え忍んでいます。残り40、トーナメントは2ラウンドで行われます。マウントです。さあマウント、さあ来たの、捉える。さあ時間がない。さあパンチを出す、しかしノゲイラのペースになりそうだ。さあ大歓声だ、パンチ一発のたびに大きな男の叫び声。さあ残り20秒、時間がないですね。さあ残り15、ここはこらえる、ハリトーノフがこらえます。ノゲイラが攻めきれないか。マウントポジションを取った、マウントポジションだが、しかし引き付けが強いんじゃないですか。ハリトーノフがこらえている。ここでゴングが鳴りました。さあという大きなため息、埼玉スーパーアリーナ。ノゲイラが最後形を作ったが、ハリトーノフがこらえました。すごい試合ですね。
お互い強い心を持った者の方が勝つ、そう話していた試合前。技術と技術のぶつかり合い、心と心のぶつかり合い、ノゲイラが最後チャンスを作りましたが、しかしポイントとなる攻めまでは至りませんでした。こうやってタックルをするタイミングを図っていました。そしてここハリトーノフが首を捉えましたが、サイドポジションを取ろうとしたノゲイラ、ここ全く当ててないですね、ノゲイラは ね。そしてこれ、これ三角になりそうでしたが、このハリトーノフの解き方もすごいですよね。強引ですね、力技です、そしてすぐに攻めていきます。回しないと取れないですね、抜けないですね、多分抜けないですね、桜庭さん10分間ご覧になっていかがでしたか。あのノゲイラ の汗のかき具合がちょっと気になるんですけど、汗をかきすぎですか。汗かきすぎるとちょっと後半バテてきそうな。なるほど、まあ、技をかけるときに滑るという点もあるでしょう。さあプライドグランプリ、ヘビー級グランプリ準決勝、ブラジルかロシアか。準決勝は最後のラウンド、第2ラウンドに入ります。ノゲイラ、ハリトーノフ、まさに自らの尊厳、プライドをかけた戦いです。両者立ち上がります。両者中央によるノゲイラ、ハリトーノフ、さあラストラウンド、ラストラウンド5分間での勝負です。背中には大きな傷があります。子供の頃負った大きな傷、しかしそれが哀愁を感じさせます。ノゲイラ、そしてまだ23歳、若いロシアの精鋭部隊からセルゲイ・ハリトーノ、冷徹なまでのパンチ、あのパンチがこの埼玉スーパーアリーナで再現するのか。少し回っていく、左に回っていくハリトーノ。佐野さん、はい、ノゲイラサイドはね、ハリトーノフのグラウンドテクニックどうやらもう見切ったようです、あ、そうですか。パンチで間合いを詰めて木を見てタックル、そこからフィニッシュ、これが作戦です。なるほど、さあそうしますとグラウンドテクニックではもう絶対に勝てるという自信を持ったというノゲイラサイドです。ハリトーノフはどうか、右のローキックを出していきます。右のボディ、ノゲイラがタックルのチャンスを狙っています。わーっとジャンピングに、ちょっと軸足がね、来ましたね。さあここはハリトーノフ、高田さんどうでしょうか、この体勢からパンチを打っていくのがハリトーノフのいいところですね。相手ノゲイラですから打たせてもらえないですよね、なかなか、その距離に入れてくんない。当たれば一発で終わりますよね、ノゲイラとはいえね、パンチ力持ってます、ただあのヒョードルの地獄の攻めをね、耐え抜いた男ですから。なるほど、さあここからハリトーノフ、第1ラウンドは攻め切ることができませんでした。このラストラウンドどうか、ハリトーノフなかなか攻められません。これがジュースのこの前のテクニック、シュート戦の体勢に今持っていくことしました、佐野さん、はい、実はハリトーノフサイドのセコンドからはね、もう少しこんな詰めないで、距離を取れという指示が出ます。なるほど、あとノゲイラが首と大きさを取って立ち上がりました、やはり技術は上回っているかノゲイラ。ノゲイラ選手は試合を動かしてコントロールしているという感じでしょうね。逆境を跳ね返す諦めない心でここまで来ましたノゲイラ。小池さんどうですかノゲイラ。いや、いいペースだと思いますけども、そうですか、ハリトノフ選手の動きが先ほどより綺麗がなくなったかななんて思うんですけど、なるほどね、少し離れてくれ、あー右、あー危ない、かすめました、やっぱりいいパンチ持ってますね、持ってますね、ノゲイラもあります。さあ首を左右に出してノゲイラ、ハリトーノフは攻め手がなくなってきているのか、徐々に柔術マジシャンの術中にはまってきているのか。ハリトーノフ、これがプライドわずかに5戦目、さあそしてノゲイラ
ラはわずかに負けたたった1回の敗北のためにここまで這い上がってこなければいけませんでした。さあそして兵道と戦うまで、兵道と戦うまでは負けられません。さあ判定はマストシステムです。延長はありません。どうなるのかこの試合、どこで差がつくか。左アッパー、空を切った、捕まえるか。ノリが逆に捕まえたハリトーノフ、右のパンチ、右のパンチで離れましたハリトーノフです。残り1分20、ハリトーノフも少し疲れてきました。ノゲイラの表情は変わらない。左です、当たれば怖いハリトーノフのパンチです。重たく冷たいパンチ。左はノゲイラ、詰めるかノゲイラ、パンチが当たるかハリトーノフ。残りは1分、残り1分、さあ取るハリトーノフ、前に来ましたね、ステップワークが変わりました、ね。さあハリトーノフスパートをかける、パンチでおっと左にハリウチ、右ハリトーノフのパンチはやっぱり強い。膝を見せたノゲイラの膝、そしてパンチを返す。ハリトーノフ選手の表情がさっきよりちょっと怖がってるような。あ、そうですか。やはりプライドトップファイターの壁があるのか。ハリトーノフ勝負ですね、さあ染み染まってきたハリトーノフです。ノゲイラのところから効いている。嫌なパンチが当たりました、ノゲイラ選手。さあ残り20秒だ、マストシステムの判定だ。どっちに軍配が上がるか。捕まえたの、捕まえた。さあどうするか、なんだ今のは。フロント1回、1回転回ったハリトーノフ。今のが例のやつってなのかもしれませんね。あっとノゲイラの背中が血に染まった。血に染まったところで試合が終了しました。準決勝、ノゲイラ・ハリトーノフは判定マストシステムです。お互いに恐ろしいまでの気迫、恐ろしいまでの攻防でした。さすがにパンチは素晴らしいものがハリトーノフありますね。最後ね、重いパンチが何回か ね、この左ね、当たってるんですね。この左が当たりました。左を出していきましたハリトーノフ。そしてノゲイラの方もグラウンドのテクニックは見切ったというね、セコンドのこれね、ノゲイラが回した。この後の返しがハリトーノフ早かったですね、どういった技だったんでしょうか。ノゲイラのこの表情です。さあノゲイラかハリトーノフか、判定です。判定の結果をお伝えします。ジャッジ大橋、ノゲイラ。まず1人目ノゲイラ、さあ2人目はノゲイラ。ノゲイラだ、ノゲイラ。戻りますね、機械室に。さあそしてもう早々とノゲイラは走りながらリングを後にします。休養を取ります。決勝戦に向けて小川かヒョードルか、まずはノゲイラが決勝進出です。